ここ石井監督同点で追いつかれたところ、はい、ルーキーの渡辺翔太です。はい、初球空振りです。今日は最初のタイムリーもそうでしたけども、2打席目もレフト方向、はい、まあ、もともとこう逆方向に1球目ショートバンド、ガンダーはそのままです。ファールボールです。3球続けたパームボール、さあそのパームでワンボールツーストライク、ここは追い込みました。空振り三振、最後も落としました。4球連続パームです。いや驚きました、はい、ここもパームできました。サードゴロです。石川昂弥サードゴロ、これで2アウトになりました。渡辺翔太2アウトまで来ました。あっとキャッチャー止めない、ランナーは3塁に行きました。ここでバッテリーベースが出ました。ここもパームを投げてきましたが、ちょっと引っかかってしまったでしょうか。はい、まあ、ランナーが3塁に進んだということで、はい、ここもまたパーム連投になっています。セカンドです。村松セカンドゴロで次アウトになりました。しかしこの6回の表、細川にタイムリーが出ました。ついていきます。ファンボールです。もうルーキーですんで、いい声も大きな声も出ています。空振り三振、最後松井裕樹が抑えました。はい、いいボールでした。一軒さん逃げ切りました。5対4、ドラゴンズとの3連戦初戦を取りました。そして昨日の逆転サヨナラ勝ちを今日またいい形につなげました。はい、連勝を飾ったイーグルス、そしてルーキー渡辺翔太プロ初勝利です。プロ初勝利のアナウンスがありました。いや嬉しい、渡辺翔太今日頑張りました。はい、まあね、パームボールこう使いながら、まあ、苦しいマウンドだったと思うんですけども、はい、その中で自分をしっかり出してきましたね。そうですね、ノーアウト2塁でしたよね。はい、そうでした。そこをしのいで、そして嬉しいプロ初勝利。6月の3日に1軍に上がってきたばかりのピッチャー